はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。今日はいぶし銀銀丸が最近よく YouTube で見かける焼肉屋で前から気になっていたお店がありますと情報をくれました。調べてみると群馬にあるみたいです。ということで今日は仕事が早く終わったのでいぶし銀銀丸を連れてその焼肉屋行ってみます。それでは早速行ってみましょう。今日はいつもより仕事が早く終わったので、いぶし銀銀丸を連れて焼肉に行ってきます。いぶし銀銀丸が最近 YouTube でよく見かけてハマっている焼肉屋だそうです。なんでもその焼肉屋は YouTube で世界の様々な肉料理の紹介や変わった食材の紹介、外での豪快なバーベキュー、様々な肉に関する検証動画を上げているそうです。他にも焼肉屋の仕込み動画や他のお店に食べに行くレビュー動画などもたくさん投稿しているとのことです。しかも毎日動画を投稿していて、ショーツ動画や TikTok、ニコニコ動画、さらに英語の字幕や中国語の字幕などいろいろな工夫をしているそうです。話だけ聞いていると本当に本業が焼肉屋なのか気になるお店ですね。ということでお店到着しました。ホルモン島田ですか？あ、これでホルモン島田なんですね。早速中に入ってみましょう。いらっしゃいませ。ご予約の2名様。はい、2名です。なんかさっきの店員さん俺に似てない？そっか、気のせいか。他人の空似ってやつですね。世界中に似ている人って3人いると言われてますもんね。ホルモン島田さんは2016年5月に群馬県前橋市に1号店をオープンしました。現在前橋2店舗、高崎に1店舗お店があります。手作りのタレや店舗で仕込む新鮮な内臓類が売りのホルモン焼肉のお店です。自家製のタレは店舗や地元スーパー、アマゾン、ベースなどでも購入可能だそうです。2021年の10月から12月にかけて幕開けにて行ったクラウドファンディングのプロジェクトで見事目標を達成し、新たに俺の塩島田というスパイスソルトの開発も成功しました。試験的に現在アマゾンで販売もスタートしたそうなので、今後安定的に販売できるように進めているそうです。ホルモン島田さんは2020年11月1日に YouTube 動画の投稿を始めて、現在登録者36万人を超えています。もともとはスタッフの教育用にお肉を仕込む動画や料理の仕込みの動画を投稿するのがきっかけで、徐々にコメントなどであるリクエストなどに答えて、現在のような様々なジャンルに挑戦するようになったそうです。牛のペッを仕込む動画からタピオカを作る動画まで、他を見渡してもこの幅の広さはなかなかないかもしれません。いらっしゃいませ。当店こちらセルフオーダーサービスになってますので、スマートフォンでこちらの QR 読み取っていただいて、お客様の方でご注文お願いします。もし何か分かんないことあればまた聞いてください。あれ、やっぱり俺に似てない？それでは気を取り直して注文していきましょう。いただきます。やっぱりまずはビールですよね。一杯目のビールってなぜか美味しいんですよね。これは限界紅葉低減の法則というものだそうです。ある材の消費量が増えていくと次第に紅葉が減っていくという経済学です。2杯目3杯目となると美味しさは減少するそうです。1杯目が美味しいならもう満体です。それではタレをセットして先頭準備です。まずは先に自家製キムチの登場です。次はタン生とレアユッケの登場です。まずはタン生から。低温調理された豚のタンを冷製のサシに仕上げた一品です。特製の酸味の効いた薬味ダレと卵黄を絡めて食べれば一撃で食らいます。余ったタレに肉をつけて食べても美味しそうです。次はレアユッケです。甘じょっぱいタレにコチュジャンを合わせた味付けは子供からお年寄りまで幅広く受ける味付けですね。脂身の少ないランプ部分を使うことでしっとり柔らかさっぱりとしているのでいくらでも食べられそうです。これはビールが進みます。次はキムチです。これは動画でも作り方を紹介していましたね。辛さの中にアミの塩辛やカナリエキスの旨味、ニンニク生姜が効いています。これでご飯が食べたくなるキムチですね。甘いキムチって苦手なのでしっかりと辛いキムチは好みです。適度に酸味もあってしっかりと発酵しています。酸味が強すぎても日本人は苦手な人多いですね。ビールも進んで2杯目です。まだ2杯目も美味しくぐいぐい進んじゃいます。ここで辛もやしです。ニンニク生姜唐辛子などを混ぜて作る自家製のたてぎであえたもやしはピリ辛で肉の箸休めやつまみにぴったり。これを冷麺とかに乗せても美味しそうです。つまみも程よく登場し、ビールを飲んでいたらメインのお肉を頼むのを忘れるところでした。自分的にはこのままつまみを食べながら飲むのでも十分です。でも肉も注文しておきます。焼き台の登場です。炭が運ばれてくると熱気で一気に焼肉のテンションになりますね。ホルモン盛り合わせと牛タンが到着です。
早速タンから焼いていきましょう。しっかりご飯も注文してお肉を受け止める準備は万全です。やっぱり焼肉って焼きたての熱々を食べられるのが魅力ですよね。冷めるといくらいい肉でも美味しさは半減しちゃいます。食べる分だけ注文してその都度焼くのが大事ですね。どうしても焼くまで時間かかるから初めに大量に注文するのはおすすめしません。焼肉って高ければ美味しいわけでもなく安ければまずいわけでもないです。焼きたてを熱いうちに頬張るのが美味しいです。次はホルモン盛り合わせを焼いていきましょう。まずはトントロと輪っかです。トントロは豚の頬から首にかけての部位です。輪っかは豚の喉の軟骨部分でコリッとした食感が特徴です。自分自身昔は焼肉って好きじゃなかったんですよね。何の部位を食べているのか正直わからなくて、焼いた肉を皿に乗せられちゃうとどれがどれかわからないですよね。徐々に部位がわかるようになってくると自分の食べたいものが分かってきて焼肉が楽しくなってきました。一人でも多くの人に焼肉の楽しさに気づいてもらうきっかけになれば嬉しいです。トントロは噛むごとにじゅわっと脂が染み出してきます。これはお酒にもご飯にも合わせられるバランス型ですね。とりあえずトントロを頼んでおけば失敗は少なそうです。次は輪っかです。これ好きなんですよね。食感のコリコリしたものが大好きで、軟骨とかを豪快にゴリゴリ言わせながら食べたいです。自分の好みとしては少し濃いめに塩を振ってつまみとして食べたいですね。スタートよりも普段だと割と後半戦で活躍してくる部位かもしれません。次は上軟骨、喉頭、豚ハラミです。ちなみに皆さんが一番好きな部位は何ですか？もしよければコメントお待ちしてます。他にも美味しい食べ方とかこだわりあれば教えてください。上軟骨は輪っかに比べて少し柔らかい軟骨で、硬いのが苦手な人も食べやすいです。喉頭は歯切れのいい貝のような食感と癖のない食べやすさが魅力です。豚ハラミは牛ハラミに比べて弾力があり脂が少なくさっぱりとしています。塩だれとの相性がいいですね。どんどん焼いていきましょう。豚タン、頭、大トロホルモンです。この濃厚な味噌だれと焼いた香りがまた食欲そそりますね。自家製のタレにつけて食べると控えめに言って美味しいです。豚タンは牛タンよりも少し歯ごたえのある弾力が魅力です。包丁を入れてあることでタレがよく絡んで噛み切りやすく食べやすいです。頭は焼くことで身がふっくらとして噛んだ時のジューシーさがたまらないです。噛むごとに旨味があってホルモン類の中でも旨味は上位です。味噌ダレはご飯とも相性がいいですね。ホルモン類は気取らずに焼いて少し焦げるのも気にせず気軽に焼けるのがいいですね。大トロホルモンはあえて少し焦げるくらいにカリッと焼くのが好みです。味噌ダレの焦げた香ばしい感じと大トロホルモンのとろけるジューシーさが口の中で混ざり合い絶妙な加減を生み出します。1枚何千円とかのお肉ももちろん美味しいですけど、自分で焼くのは責任重大ですよね。本音を言うと高い肉なら自分は鉄板焼きとかで焼いてもらって最高の状態で食べたいです。その点焼肉って最終的な調理をお客さんが行うので美味しいかどうかって焼き加減とかも影響しますよね。無責任な料理といえばそれまでですが、その自分で焼く行為自体がまた楽しかったりもしますよね。焼いていくうちにうまく焼けると嬉しいです。あと自分のタイミングで熱々が食べられるのもいい点ですね。ここで飲み物を下町ハイボールに変更です。これは焼酎ハイボールですね。焼肉も進んで少し疲れてきたところで、このさっぱり系の下町ハイボールで胃を整えます。締めでご飯物やスープもいいですが、あえて途中で注文して肉と楽しむのも正解です。カルビスープと辛飯を注文です。いぶし銀銀丸はガーリックライスをチョイス。ひき肉とタレ、タテギと一緒に炒めて作る辛飯はこれだけをつまみに飲めますね。カルビスープは締めでもいいですが、せっかくならご飯物と一緒に楽しみたいです。カルビの出汁と鶏ガラの旨味たっぷりなスープは辛さも少なくどなたでも召し上がれます。辛飯はタレ系の脂の乗ったお肉と合わせて食べても良さそうです。ということでカルビをチョイス。世間ではご飯の上にタレをつけた肉を乗せる乗せないで意見が分かれますが、美味しいならどっちでもいいですよね。自分はバウンドバウンドからのバウンドです。米というキャンバスにタレという名の絵の具を染み込ませ完成させるバウンド飯はまさにアート。これぞ焼肉の醍醐味です。辛飯にカルビ、キムチを乗せることで辛さと肉の旨味、キムチの程よい酸味、3つの食材がお互いに力を合わせて1つの美味しさを完成させています。今この瞬間辞書からまずいという言葉は消えました。うまい、その一言です。他に表す言葉が辞書に見当たりません。気づけばお肉ももうあと少し、
残りのお肉を一気に焼き上げちゃいます。お腹いっぱい食べたい人は食べ放題という選択もあるし、本当に美味しいものを高くても食べたい人は高級な焼肉もあるし、気取らずに居酒屋感覚で焼肉したい人はホルモン焼肉という選択肢もあります。今は一切れから注文できる焼肉屋や専門店など多種多様な焼肉屋があって面白いですよね。ぜひ皆さんも自分の好きな焼肉屋を探して楽しんでください。仲間とワイワイしながら食べる、それ自体が一番の美味しさの秘訣かもしれません。もちろん一人でゆっくり焼肉に向き合うのもまた粋ですね。それではお会計して帰りましょう。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。どうもありがとうございました。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ホルモン島田いかがでしたか？やっぱりあそこの店員さん自分に似ている気がします。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。